こんにちは、森高弘です。本日もアスリートプロジェクト森高弘塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日は悪質部位を使ったトレーニング方法についてご紹介させていただきます。この悪質部位は今日本だけではなく海外の選手が多く使われているんですけども、体幹を使ったトレーニング、そして軸を安定させながら泳いでくるというトレーニング方法がたくさんあります。この悪質部位を使ったトレーニング方法についてご紹介させていただきますので、ぜひ参考にしてください。はい、では悪質部位を使ったバタフライのトレーニング方法についてご紹介させていただきます。で、このバタフライの使い方はよく森塾でも言ってますけども、手を返ってきてフィニッシュするときは後ろまで返ってしまうと、どうしても腕が止まってしまいます。できるだけ早めに抜いてきた方が手は楽に回りやすくなるんですけども、この悪質部位をつけることによって後ろまで返ってしまうと体が止まってしまいます。なので、これはその抜く動作も皆さんそれぞれ手の長さは違ってきますので、この自分自身に合った位置を探すために、スムーズにこのアクセントをつけた状態で楽にどこで、どの位置で抜いてあげたら回しやすいかなっていうところを探しながら練習をしてみてください。